コミュニティ人間科学部2年生の太田葵です。コミュニティ人間科学部の1年の荒牧智樹です。練習どうでしたか？あ、今日はちょっと落とし目の練習だったので、はい、軽い気持ちで練習しました。お疲れ様でした。原監督から1年生で箱根の選手になったらスーパースターになるよという言葉の通り、今年の箱根3区出場で大活躍だったと思うんですけど、ズバリニュースターになれたと思いますか？そうですね、やっぱり、はい高校時代、原監督が大牟田高校に見に来てくださった時に、箱根出たらニュースター出れるよって言われて、箱根に出て、楽しみたいなっていう思いで走って、楽しめて、結果として、そう言われるようになったのかなっていうふうな気がします。もう思った以上の走りができていたので、すごく楽しい、超えて、完全にハイっていうかもう笑っちゃうほど楽しかったですね。この箱根駅伝を出走してから、走ることに対しての何か意識だったり気持ちは変わりましたか？そうですね、やっぱり箱根駅伝で、自分の力っていうものを出せて、まだ大きな目標であるんですけど、世界とかそういうところに、より少しは近づけたのかなっていうふうな感じがします。出走前も出走後も走りを楽しむっていう点は変わらないかなっていうふうな感じがします。4年生の岸本選手から朝練のペースが速いと評判をいただいているそうなんですけども、毎日の朝練で意識していることはありますか？そうですね、朝ってやっぱり結構お腹も空いててエネルギーが枯渇する手前ぐらいの状態にあるので、その中で追い込んだらキングリ高原っていう、筋肉のエネルギーが消費されて、その中で貯蔵量っていうものが増えていくので、それはちょっとは考えて朝は追い込んだり、自分の状態を上げるっていう意味で結構ペースを上げて走るようにしてます。世代トップでの入部となったと思うんですけども、負けたくない人だったり超えていきたいと目標にしている人を教えてください。まず同期にはあんまり負けたくないです。今佐藤雄一とか負けてるんで、今の時期はちょっと勝てないかもしれないんですけど、駅伝シーズンで結果出せるように頑張りたいと思います。超えていきたいと目標にしている人は太田さんと、あと部屋長なんですけど、近藤幸太郎さんが部屋長で本当に強いなって思うんで、4年間そこまでいけたらなって思います。自分を目標にしてもらうっていうのはすごい嬉しいことで、自分のモチベーションにもなりますし、自分はただひたすら自分の目標に向かってやっていきたいというふうに思っているので、どちらかというと自分自身がその他人と比較して上を目指すというよりは、自分がやりたい、目標に向かってどうやるかっていうところを大事にしているので、そこは意識しながら、荒牧と共に切磋琢磨できればなっていうふうに思います。荒牧選手にとってエース像とは何か教えてください。やっぱり信頼できるのと、大事な大会でチームに勢いをつけられる選手がエースかなっていうふうに思うんで、信頼と強さがある選手かなっていうふうに思います。それを踏まえてどのような選手になっていきたいですか？そうですね、自分自身、タイムは一応世代トップなんですけど、やっぱりペースの変動とか、一人で走る時っていうのはあんまり結果出せないこととかあるんで、そういうとこでも走れる強さっていうのを今後つけていけるように頑張りたいと思います。僕の4年間の目標は、箱根駅伝で区間賞を取ることです。2区で区間賞を取れたら、いいなって思います。太田選手にとってスーパースター像とは何か教えてください。そうですね、今まで
まあ、誰もが成し遂げなかったことを成し遂げるような選手かなというふうに思います。それを踏まえて太田選手は今後どのような選手になっていきたいですか？そうですね、やっぱり日本を代表するような選手になって、まあ、日本記録とか、まあ、世界記録に近づいていけるような選手になっていきたいです。自分の目標は、まあ、箱根駅伝で、まあ、2区で区間新記録を出したり、まあ、その他の出雲や全日本駅伝で、まあ、区間新記録を出すということと、個人ではマラソンで世界を目指せる、世界戦える選手になっていきたいと思います。三大駅伝三冠、箱根駅伝大会新記録更新。